新刊、何が何でも長編小説が書きたい。大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家日記。今日のテーマは、文章はわかればいい。今日はフリートークです。ええー、まあ、あの、小説の文章について、<coughs> まあ、あの、 小説を書くときに文章ってそんなに凝らなくてもいいよっていう、まあそんな話です。ええー、文体とか文詞っていうこと結構あれこれ言う人がよくいるみたいなんだけども、あの、明文でなくていいよねっていう、まあそういうこと大事です。意外と、その、どの、読んでいて、 小説家死亡者の原稿を読んでいて、その、読みにくいとか、その途中で、よくわかんないから投げちゃうっていうのってのは、文章の問題じゃないっていう。まあ、そっちのことが多い。文章、多いかな。あの、文章がおかしいことってあんまりしないです。えっ、ー、と、一応国文法のチェックはしてもらってます。 大体、えー、だいたい中学校卒業程度の国語の文法の知識はやっぱり必要です。その、つまり読みやすい文章、読みにくい文章っていうことをとはどういうことかということを意識するために、それから、あと、こちらから、これ、この、この、うん、ああこの説って、 この文節ってどこを就職してるの就職説と非就職説の関係がぐちゃぐちゃになってるとか、就職する説が長すぎると、主語の前にダラ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 とこう就職してる、就職説が続いてると、えっと、主語わかんないよね。ちょうど日本国憲法の全文のようなその文章をやってくると、すごく読みにくいので、 じゃあ、これ、あの、就職説もっとスッキリさせようかとか、仕事術もこれ対応してないよねっていうことがないわけではない。ただ、あ <coughs>、はあ、これおかしいよねっていうふうにチェックするために、するためにはさ、まず文法ある程度分かってないと、ある程度ってのは中学校卒業程度ね、分かってないと困るので、 で、そうすると、お話がう、そうするとね、やっぱり分かりやすい文章になる、えー。よく文章を短くしようとか、一つの文章を短くしようっていうのを時々見かけるんだけど、文章を短くするということはどういうことなのかっていうのはまず理解できてないと、これ短くしても結局読みやすくならない,ならないのでね。 ねえ、あのね、こうずっと、おまあ小説家志望者さんの原稿って、まあ山のように見ているんだけど、こうよくわかんない文章、ええー、と、一番大きな理由というのは、まあ一番大きなっていうか最初のステップとしてね、えーと、 5w11 がわからないということがとっても多いんですよ。うん、つまりシーンの、こう、文章のシーンの冒頭で、そのシーンが、いつのシーンなのか、どこのシーンなのか、そこに誰がいているのか、そしてそのシーンは誰の視点によってから書かれているか。これがね、結構わからないことが多いんですよ。 あの、まあ、どういうやり方にして分かるようにするかっていうのは方法は人それぞれなんだけれど、こう、映画などでは、ま、とにかくまず最初に画像で、その、いつのシーンで、どこのシーンで、そこに誰がいて、うん、誰の視点で、こう、撮られているかっていうのは、映画の場合では画像の情報で、セリフではなくて、 画像の情報で伝える。一瞬でわかるようにね。えー、つまり、えー、現代の、うん、現代の、うん、日本だったら、まあ例えば東京なら東京でもいい。東京、東京でも、東京でもいろいろあるな。例えばそこが新宿なのか、浅草なのか、えー、 六本木なのかっていうのは、パッと撮った瞬間に背景を入れることによって、その場所を映す。そして、その太陽の明かりだとかそういうもので、こう朝なのか、夜なのか、昼なのかっていうことをわかるようにする。屋内か屋外かっていうことは一瞬でわかるようにしてある。そしてそこに誰がいるのか。例えば警察署の中だったら、その、 背後に人が、あの、あ通っては、通っているときに、警官がこう、後ろ側で通行人としてこう、いるよね。そうすると、ああ、まさかこそこう人が出入りするところなんだなってことがわかる。ええー、そしてその時の登場人物の服装によって、その登場人物が年齢がどのぐらいなのか、男なのか女なのか、うん。そして、その着ている服装によって、 その人の年齢だとか収入だとか、それからあと服のセンスだとかっていうのが分かるように、一瞬で分かるようにしてある。で、<laughs> 小説を書く人の場合だと、それがほとんど全部すっぽり抜けているっていうことが結構あります。で、あなたの頭の中にはそういう画像は浮かんでいるんだろうけれど、 あなたの頭の中のについては読者には何もわからないっていう、まずその前提が必要なので、だから冒頭にとにかく最初の何、1ページ目っていうかそのシーンを作ったら、そのシーンの最初にまずそれがわかるように、何か工夫をしなきゃいけないっていうことは必要です。えっ、ー、と、ライトノベルの場合だと、 イラストで、ここういういとはカバーしてくるよねうーんで。それでイラストがつけばわかるって思っている人が多いんじゃないかなっていう気はちょっと思いますが、現行の段階ではイラストがついてないので、そこをまず十分に理解することって大事です。で、一番芸のない方法としては、えー、何年何月場所はどこ、誰と誰がそこにいて、 で、何やってるのかっていうことをざっと歴記するっていう方法はあります。うん、と <coughs> 僕はそういう手法をよくとります。芸はないけれども、基本的で非常にシンプルなやり方だからね。で、これね、あの、SF だとか異世界ファンタジーの人を書いてる人っていうのは、その、 特にこのいつどこでっていうのはわかんないことってよくあります。ええー。あともう一つ、そう、結構あるのが、著者自身がそのシーンそのものをあまし把握してないっていうことは結構あります。あの、よくあるミスとして、そのカメラの視点っていう言い方をします。 あの、テレビカメラの視点っていう言い方をする人って、あの、結構、テレビだとか、あ映像を見るときに、結構いい加減に見てるんだなっていう気がします。よく見てみましょう。あの、テレビがだいたいどの視点で描かれてるか。その、作品の中心に、テレビっていうのは、その、 言葉で、うんえ、言葉では語ら,語らずに作品のシーンと登場人物の動きによって語るので、だからその主人公、主人公が、例えば街中、えー、こう、塀に囲まれたところ左右キョロキョロしながら見ているっていうようなシーンがあった場合には、そのシーンは、 その主人公の視点で、えー、物が見えない何かを探しているつまりその主人公には何もまだ探しているものは分かっているけどもどこにあるか分からないっていうそういう視点で、えー、撮影されているよねだからこのカメラのこのシーンは誰のシーンから描かれているのかっていうのはなちゃんと、うん、意識するのって大事ですよであのテレビカメラと 現実と大きく違うのは、そのテレビカメラの視点というのは主人公の視点で書いたときに主人公の顔を映すんだけれども、小説の場合だと主人公の視点者の顔は自分では描けないっていう、まあそういう問題があるので、その差があるからね。そこら辺は十分な注意が必要なのと、それがあ誤解や間違いを生むもとになるんだけれどね。ええー、そう。 ここら辺のところをね、著者にチェックしてみると、著者もよくわかってないということが結構ある。それからと、読者にはあなたの頭の中はわからないということ、そこら辺が重要です。ねあと、そう。これ、いや、誰と誰が話してるのかと、これ位置関係おかしいよね、とかっていうこと結構あるのでね。その、誰と誰がどの場所にいるかで、ちょちょっとこう、 手元のメモ用紙でこう位置関係書いてみることとかって大事です。で、後ろ側に歩いてる通行人の位置だとかね、どのぐらいに行きやがるのかっていうのは頭の中できちんと作る。で、それをどこまで書き込むかというのは、それはまあ著者が考えることなんだけれども、まず頭の中で後期を作っていくっていうことは大事です。あと、 一番大きな理由、もの、途中でとにかく投げてしまうような作品っていうのは、文章が長いとか短いとかっていう問題ではなく、その、著者自身がその作品の中で何を伝えたいのかっていうのが、把握してないことって、が一番の結構な理由があります。こう、何も考えずにとりあえず書き始めて、 えー、とりあえず書き始めていると。別に伝えたいことが読者にないよっていうような具合で書き続けていると、著者に伝えたいことがなければ読者には何も伝わらないので、結局途中で投げちゃうよっていう、そういうことはあるので、例えばこの、そのシーンシーンで、このシーンで何が言いたいのかっていうことを、つまりこのシーンで伝えたいのは何を伝えたいのか。ああ っていうことを把握しておくことって大事です。で、こう、何度も繰り返すけれども、小説の文章ってそんなに高い水準を求められるわけではないです。エンターテインメントの場合は特にね。で、こう、まず重要なのっていうのは、その、シーンの5、5W11。とにかくまず、 椅子のシーンで、どこのシーンで、そこに誰がいるのか、そして誰のシーンから、誰の視点で書かれているのか、ということをまず把握することって、それが大事です。で、まあ、ああの、うちの講座の場合だと、まあ、あ中黒と三点リーダーの話とだとかさ、その鍵格好の中に丸打つ打たないとかさ、その、段落、 過ぎた後のい段落のパラグラフの始めのさ、一時下げとかってさ、あと、まあ、原稿用紙の使い方注意しましょうよとかっていうことは、いちいちは指摘、一々指摘はしないです。えー、そんなものは一括痴漢でせーのでやりゃ治ることだし、一遍その用字用語辞典というやつをざっと目っとしてしまえば、まあ、身につくことなので、 で、そこら辺のところはね、大した問題じゃないです。大した問題じゃない。大した問題じゃないんだ。ええー。まず、まず、芯をきちんと書くことって大事なので、まあ、あの、文章を起こるとか、文体のどうのこうのという前に、まずそういうことをきちんとやっていきましょうよという、まあ、そんな話。フリートークな割には結構なんか硬い話をしてるなぁ。まあ、 あの、たらっと聞き流せるような話はまたそのうちします。というところで、今日の鈴木喜一郎作家に今日はそんなところで、ではではでは。